新卒で入社した会社が突然倒産して半年、50歳になった俺を正職員で雇ってくれる会社がそれほどあるわけもなく、就職活動は難航していた。失業手当でなんとか食いつないでいるものの、生活は厳しい状態。一刻も早く仕事を見つけたいと思っているのだが、そううまくはいかないものだ。今日は秋穂工業11時と。手帳で面接の予定を確認する。これで何社目になるだろうか。もう数えるのも馬鹿らしいくらいの面接を受けているが、どれもこれもあなたのご活躍をお祈り申し上げますと来たものだ。これが噂のお祈りメールというやつか。新卒の時代、就職活動に苦労しなかった俺は、ここに来て初めて就職活動がこんなに困難なものなのだと感じていた。年齢のせいもあるとは思うが、まさかここまで苦労するとは思っていなかったのだ。せめて仕事を決めて年を越したいものだ。すっかり世間は冬の様相。雪こそ降らないものの、冷え込みは厳しくなってきた。会社が倒産したのは夏のボーナスの時だ。あっという間に季節が移り変わっていた。キキー。突然、歩いていた歩道の後方から急ブレーキの音が聞こえた。驚いて振り返ると、自転車が一人の女性の前で横転している。オレンジ色の車体に赤い文様がとても派手なマウンテンバイク。何事か驚いたものの、見れば女性がへたり込んでいるので、俺は慌てて駆け寄った。大丈夫ですか？怪我は？ええ、大丈夫です。驚いて転んでしまったのか、スーツ姿の女性は俺の手を取ると立ち上がった。その弾みで破れてしまったであろうスーツの上着がはだけ、背中が露出してしまった。すかさず俺はスーツを脱いで女性に羽織らせる。すみません。いいえ、怪我がなくてよかった。見たところ外傷はなさそうだ。道に落ちていたカバンを拾い上げ女性に渡す。いつの間にか自転車はなく、乗っていた人ごと姿を消していた。逃げられてしまいましたね。歩道を自転車で爆走するなんてマナーがなっていない。本当ですね。驚いてしまいました。自転車は歩道ではなく車道を走るルールになっているはず。それを歩道でスピードを出した挙句、女性を倒して逃げてしまうなんて。ひどい運転手もいたものだ。その上着はそのまま使っていただいて構いませんので。でも、お仕事中では？面接に行く無職の男ですよ。大丈夫です。上着がなくても面接は受けられますから。女性を安心させるように言葉をかけ、そのままその場を離れる。アートは言ったものの、スーツの上着がない状態で、果たして面接が受けられるのか不安はある。かといって、取りに戻る時間もない。覚悟を決めて、俺は秋穂工業へ向かって歩き出したのであった。秋穂工業の自社ビルに入り、受付の人に案内された面接会場。やはり、というか、時間ギリギリ、身だしなみも雑。そんな人を面接するつもりはありません。通された部屋で面接官を待つこと数分。現れた面接官が、開口一番言ったセリフがそれだった。時間には滑り込みで間に合ったものの、確かにギリギリだった。遅れてやってきた試験官は俺を見るなり、そう言い放ったのだ。うん、ここで食い下がっても良い結果に結びつくとは到底思えない。そもそも面接に来るのにスーツの上着がないとはどういう了見なのか。あなた、前職は営業マンですよね。なぜそんな常識も良識もないのか。
これは、思わず今朝会ったことを話しそうになる。しかし、何を言っても、言い訳と取られてしまうのは明白だろう。開きかけた口を閉じて、押し黙った。お時間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。ぐっとこらえて、席を立つ。一つ頭を下げると、部屋を後に。田中さんの面接室はここ?慌てた様子で一人の女性が部屋へ飛び込んできた。顔を上げるとそこにいたのは。え、なんであなたが?ああ、よかった。間に合ったわね。息を切らせて姿を現したのは、先ほど俺がスーツを貸した女性。着替えをしたのか、気品あるいでたちでそこに立っていた。島崎副社長、なぜこのような場所に。その、面接相手に用事があるのよ。田中さん、お座りになって。副社長、この方は時間にも身だしなみにもルーズな出来損ないです。面接はおろか、副社長が時間を割く相手では。私は用事があると、そう言ったのよ。さ、田中さん。はあ。島崎さんに促されて、俺は再び席に着いた。面接官は不満そうな顔で自分も席に着く。ちょっといいかしら。この名刺、どこで?島崎さんが取り出したのは一枚の名刺。それは俺が上着に入れていたものだ。見間違えるはずはない。それは前の会社の名刺です。半年前、突然倒産してしまった会社で。だからあんたその年で無職なのか。難儀だな。面接官が小馬鹿にしたようなことを言うが、島崎さんがじろりと睨むと、それ以上は何も言ってこなかった。やっぱりあなた、アサヒカンパニーの田中さん、田中浩二さんね。どうして俺のことを。アサヒカンパニーは、前の会社の名前。まあ、名刺に書いてあるのでわかるのは明白なのだが、今の島崎さんの口ぶりだと、俺のことを知っていたかのような物言いだ。今でこそ、この会社は秋穂工業というのだけれど、こう言えばわかるかしら。波風コーポレーションって。波風?あ、もしかして、アサヒカンパニーが提携契約していた波風コーポレーション?そうよ。そして、その時の提携提案担当があなたね、田中さん。これには驚いた。というより、俺のリサーチ不足か。何せ、ハローワークから紹介された会社を片っ端から受けているような状況だ。一つ一つの会社の背景などをしっかり調べ尽くして、という余裕は正直ない。アサヒカンパニーが倒産したとは聞いていたけれど、あんなに順調だった会社が突然。何かご存知?俺にもよくわからないのですが、本当に突然のことで。そう。私が調べたことなのだけれど、アサヒカンパニーの社長さん、どうやら騙されてしまったようなのよね。え?まさかの真実に驚きを隠し得ない。島崎さんは俺の様子を伺いながら続けた。取引をしていた会社の相手の乗っ取りにあってしまったらしくて、社員に給与が払えない事態に一気に追い込まれてしまった、ということだったわ。もしかして、その相手は、久世産業さんでは?よくご存知ね。心当たりでも?ええ、自分が唯一止めた取引相手です。朝日にとって、とても有利なことで契約を無理やり結ぼうとしていたので、何か裏があるとは思っていましたが。あなた、本当にできる男みたいね。感心した様子で、島崎さんがにっこり微笑む。気に入ったわ。採用します。え?副社長、困ります。面接官は俺で。その、あなたなのだけれど。今度は語気を強めて、面接官に向き直る。その迫力に、
思わず面接官がたじろいだ。島崎さんが、ちょっと、と声をかけると、部屋の扉が開き、一台の自転車が持ち込まれる。これ、あなたの自転車で間違いないかしら。はい、そうですけれど。どこをどういうふうに通勤してきたのか、詳しく説明してくれないかしら。その自転車は、今朝、島崎さんを危険な目に遭わせた自転車だった。オレンジ色の車体に派手な赤い文様。間違いない。それは。それで、あなたのタイムカードを見せてもらったけど、人のこと、時間が時間がという割にはかなりギリギリ出勤なのね。頬に指を当てながら厳しい表情で詰め寄る島崎さん。田中さんがなぜここにギリギリになってしまったか、あなたならわかるのではなくて？副社長、これには訳がありまして。しどろもどろと言い訳を始める面接官。私は時間通りに家を出たのですが、その、信号に捕まりすぎて、遅刻しそうだったので、歩道を走らせていたところ、その、私に衝突しそうになったというわけね。まさか、事故を起こした自転車のドライバーが、この面接官だったとは。驚きを通り越して、呆れてしまう。自社の副社長を引きかかったのにもかかわらず、逃げるだなんて。社会人としてというより、人としての常軌を逸しているとしか表現のしようがない。呆れたわ。交通法を違反しただけでなく、人としての常識すら持っていないだなんて。それで人の採用を判定するですって？笑わせるんじゃありませんよ。ひ。さらに語気を強め、面接官を睨みつける島崎さん。それは、俺が見ても背筋が凍るほどの迫力だった。さすがは副社長と言うべきか。処分は追って伝えるわ。今日はもう帰りなさい。くれぐれも安全運転でね。副社長。もう話すことはないわ。いいわね。安全運転で帰りなさい。二の句を継ぐ余裕すら与えず、面接官に強くそう伝えると、俺の肩を叩いて、部屋の外に出ていく。どうするべきか逡巡したものの、ひとまず島崎さんについていくことにした。あの時田中さんが助けてくれなかったら、私は大衆の面前で恥をかいていたわ。いえ、そんな。それだけじゃない。朝日カンパニーには本当に助けられた。うちの会社への提携を決めてくれた田中さんを、私も主人、社長も決して忘れないわ。主人、そうだったんですか。島崎さんは社長夫人だったのですね。そんな彼女を危険な目に遭わせる社員がいただなんて、改めて考えてもありえないことだった。だから、朝日カンパニーが突然倒産して、社長さんが借金を背負っていらっしゃると聞いたときに、社長はすかさず手を差し伸べたのよ。え？言いながら扉の前で立ち止まる。そこは社長室と書かれていた。島崎さんがノックをして中に入ると、そこには、田中君、社長。朝日カンパニーの社長がそこにいた。あの日突然倒産を伝えられ、日当を渡されて、あっという間に会社を追い出されてから、当然ながら社長に会うことはおろか、連絡をつけることもできなかったのだ。どうして？私が朝日さんを雇用したのですよ、田中さん。秋穂工業の社長がニコニコとこちらを見つめている。今朝は妻の有事に際して助けていただいて本当にありがとうございました。いえ、自分は。妻があなたのスーツを羽織って会社に来てすぐに、朝日社長がこのスーツは田中さんのものだとお気づきになったんですよ。君、勝負の商談の日は必ずそのスーツを着ていただろう。私が仕立てたそれを。覚えてらっしゃいましたか。それで
失礼だとは思ったが、スーツのポケットを探らせてもらったんだよ。そこに名刺が入っていた、というわけだ。何か夢でも見ているような展開に頭が混乱してきた。朝、助けた女性が実は面接先の副社長で、その女性を危険な目に遭わせたのは俺の面接官で、面接先はかつて自分が提携を決めて助けた会社で、そして倒産した会社の社長がそこで働いていて、いろいろなことが一気に起こりすぎている。突然倒産を告げて本当に申し訳なかった。君たちを守るためにはああするしかなかったんだ。わかっています、社長はそういう人ですから。しかし君が助けた波風コーポレーション、今は秋穂産業か。そこが私を救ってくれた。君に救われたも同然だ。そんな大げさな。大げさじゃないわ。私だってあなたに助けられたし、秋穂産業も。だから今度は私たちが君を助けないと罰が当たるというものだな。そう言って秋穂産業の社長が一枚の紙を俺に差し出す。それは採用通知書だった。島崎社長？我が社のために働いてくれるか？君なら大歓迎だ。ここまでなかなか結果に結びつかなかった俺の就職活動。今の俺ではなく、これまでの俺を評価してくれた秋穂産業が拾ってくれた。こんな奇跡があっていいのだろうか。思わず込み上げてくるものがある。ありがとうございます。精一杯務めさせていただきます。俺の決意から数年後、秋穂産業は業界屈指の競合企業として各紙面に取り上げられるまでになった。朝日前社長について営業回りをし、誠意を持って対応する日々。少しずつそれが結実して、ぐんぐん会社は成長を遂げている。今は新社員の採用面接も担当して、新進気鋭の若者、即戦力の中途採用まで幅広く募集している真っただ中。決して上辺だけで物事を判断せず、今まで培ってきたノウハウを駆使して共に仕事をしていける人材開発に精を出す日々である。